来た来た。めっちゃ美味そうだけど。美味しそう。香ばしい。香ばしいね、うん。北九州グルメといえば、のり旅ですよ。そうな。そんなんて。今日はね、はい、飯塚版ということでね、はい、やってまいりました。はい、これはカラスオ峠ですかね。はい、201号線になりますかね。はい、それを福岡方面に向かって、福岡方面に向かったよね今、はい、走ってます。ちょっとあんまり俺道がねあんまり明るくないのであれなんですけど、この右側がこれが公園ですか。はい、筑豊緑地っていう、うん、結構エンターテインメントに使われる大きな公園ですね。ああなるほどね、はい、なるほど、そういうことなんやね。でこれをね、ま、もうひたすらまっすぐ行けばあるよね、左側に、はい、ありますよ。でね、お店はですね、魚がうまいって書いてるんですよ、うん、でそれがですね嘘じゃないんですね。本当なんですよ。魚がうまいんですよ。でしかも炭火焼きでね、うん、いや炭火焼きでね、魚定食が食べられるとこって俺が知る限りそうないよね。そうないと思う、ね、いや本当お店入ったらその魚を焼く、その炭火で焼くいい匂いがするんです、うん、それだけでもね食欲がね湧くんですよね。本当美味しい。もう魚だけじゃないもん。もうあるよね、チキン南蛮とか唐揚げとかもあるよね。だけお肉好きなね人と一緒に行ってもね困ることないですよ。肉好き、あ肉好きっていうか煮付けもあるんで。ああそうやね、魚の炭火焼き以外に煮付けもね、あるんで、それもねちょっと今度また行ってね試してみたいね。これがねちょっと別府みたいですよね。ねえ、別府みんなこんなんだよ。上にみんなしか、まあ高速道路の降り口の、あおこんなのよね。へえ、ボールが飛んでこないよね。なるほどね。はい、これまでまっすぐ行きますよ。これまた先やったかね。もうちょい先ですよ。蕎麦屋さんもあるんですよね。うどん、蕎麦か、蕎麦、うどん、うん。で前なんかバサラカやったんやろ。そうラーメン屋さん、ね、ラーメン屋さんの後に。おお、なるほどね。このホットドッグもねなんか有名らしくて、今度ね、はい、ちょっと食べてみますね、はい、50年やってるんですね、はい、すげえ。はい、ここですね、炭火焼きですね、石川屋さんですね、はい、もう車いっぱいでしょ、すごいですね、人気なんですよ。はい、駐車場ここです。メニューね、はい、じゃあ決めましょうかね、はい、サバの塩焼きとか、これ大サバ、これ食べたことあるよね、はい、美味しかった、美味しい、おお、いいね。サバ明太、サバみりん、結構あるね、うん、どれにするよ、まだ何、ナムキっていうの、煮付けもあるよね、煮付けも、うん、揚げ物もね、いや、本当だ、プリプリプリエビフライ、ふわふわ、お気になるね、ねえ、チキン南蛮もあるし、本当、塩唐揚げもあるしね、魚が苦手な人と来ても食べられるね、ねえ、何にしましたかね、じゃあ、塩、こういうの珍しいもんね、ブリ照り焼き定食とか ね、あとは銀たら、どれだっけ、これかな、あ、鮭の最強味噌。最強だからですね。おー、いいね。じゃあそれにしてみようか。はい、じゃあみんなそれにしてみます。おー、きたきた。めっちゃ美味そうだけど。美味しそう。じゃあいただきましょうかね。はい、鮭でかくね。でけえ。ね、でけえよねこれ。うん、超でかんで炭火の焼きよりいい匂いがするよね。ずっとここおったらね。やっぱ炭火の焼く匂いって食欲をそそるよね。そそりますよね。ねえ。なんかすごい物質が出るんですよ。ねえ。じゃあちょっと最強の味噌が塗ってあるね。もうね、うん、最強だから、うん。最強やね。マジ最強。おお、これは食べ応えがあるぞ。ふわふわやな。うん。
おぉ、こんな感じで、いいねぇ、行ってみますね。ほいほい、どうよ。うんめぇ、うめぇ、おぉ、いいね、めっちゃうめぇ、まあ、マジで最強焼けって食べたことあるけど、うんうん、鮭ってないよな。ないね、俺食べたことない。なんかサワラやねんけど、うんうん、ああいうのもあるけど、ね、うん、ある。鮭でも合う。あ、ほんと。皮のとこも美味しそうやね。なあ、ね、ちょっと後で楽しみたい。うんうん、このね、ちょっとパリパリやもんね、味噌とかね、うんうん、蒸してどうしての。あ、それちょっとご飯大盛りにちょっとあれしてみるか、比べてみるか。これが普通でこれが大盛りです。そうそう、大盛り無料なんでね。そうそう、うん、じゃあ保護してからの、はいはい、ワンバン、おー、いいね、かっこも、うん、あ、いいね、うわー、あ、ほんとおー、いいね、ご飯もね、美味しそう、これご飯、うん、めっちゃうまい。あ、ほんと、うん、めっちゃ炊き方いいんですよ、ここ。あー、気絶しそう。あーね、一回来てね、うん、プライベートで来てね、うん、気に入ってなんとか取材をね、そうしていただけることになって、そうそう、取材というか撮影をね、うん、してもいいですよ、ということで、はい、はい、うわ、なるほど ね、 ね、これがおでん、あ、煮物かな、煮物、うん、へえ、これがあるんです。急におでんっぽくなってる。ほんとだ、うずらの卵、ちょっと食べてみようかな、うん、大根、うん、あ、ちょうどいい煮物。あ、ほんと、味付けちょうどいい、いいね、えらいよね。お味噌汁 もう手作りで、手作りやね、九州味噌かな、九州味噌です、ね、うん、あー、うめえいいね、ね、こういうお魚食えるとこってそうないもんね。ないない、しかも炭火焼きでね、これに特化しそうってないでしょ、うん、それがすごいよね、うん、うん、でチェーン店じゃないからね、うん、そうよね、うん、ここでしか食べられんとね、ここでしかないから、うん、いいね、ご飯進むやろ。あー、こまや、うん、これはいいね、うん、いや、鮭今高いもん。そうなんですね、スーパー行ったら高いもんね、ほんと。これが食べれるっていうのは、うん、本音だ、うん、まあ、定食の中ではね、一番高い方かもしれんけど、うん、鮭の定食もあるんだよね。そうやね、うん、普通の鮭の1150円か、うん、でもこんだけでかい鮭が食えるのは、うん、ね、うん、いいと思う。で、焼いてご飯付きで、うん、そうそうそう、でね、うん、素晴らしいわ、素晴らしい、はぁ、うん、困らんもん、お客さんどんどん来るね、うん、僕今満車になったもんね、うん、すげえな、じゃ、いただきますよ、はい、じゃ、ブリのね、照り焼き定食ね、うん、で、950円かな、950円ね、うん、焼いてあるもんね、焼いとんやろ、うん、少し焼いとんかな、少し焼いて、照り焼きのあれをつけてる。ああ、なるほどね、そういうことか、はあ、じゃあちょっといただくね、はい、いただきます、はい、あ、感動、あの、香ばしいね、うん、こんな香ばしい、はい、うん、ブリの照り焼き食べたの初めて。あ、これ美味しい。あ、みんなこれうまいっすよ、臭みが一切ない、ねえ、うん、この炭火の焼いてる味で、うんうん、でこのタレがね、あの、甘辛いよ。おお、あ、ブリの、あ、美味しそうね、うん、タレ、ブリの旨味がギュッと詰まっと、うんうん、うん、あ、これご飯進むわ。そしてご飯ね、うん、うん、あ、ご飯美味しいね、美味しいでしょ、うん、うまいっす、すごい、どっかの契約農家かなんかあるですかね、ね、なんか全
全然他のと違うよ、うん、全然違う。だからこれ2泊5分おすすめ、うんうん、もうこれとこれだけでね、行くよね、うんうん、で相方かなんか漬物もうまいよとか言うかけんちょっと食べてみるね、はい、いただくね、はい、うん、あ、うまい、美味しいでしょ、うん、うまい。いやこれはご飯進むんですよ、何食ってもご飯進む、うんうん、あこれは大盛りがマストかも、うんうん、うん、うまっ。で俺もちょっと味噌汁いただいてみる、はい、あ、ほんと九州味噌やね、うん、あうまそう。ああいいね、やっぱこの出来合いじゃないこのレシピっていうのがね、うん、いいね、最高、うめえ。今日ね幸せのうずら卵いただくね、はい、うん、うまっ。あこれいいね、いいでしょ、うんうん、これも、うんうん、あ甘辛、ちょっと待って、いや甘辛かもないね、ちょっと待って、少し甘みがあって、甘みがあって、ね、うん、ね、出汁が効いとる、すごい、うんうん、あうまい。あこの煮物もいいね、この手作りって分かるっすよ、うん、いいわ。このね皮の焦げたところ最高やね、うん、うん、あいいわこれ、ね、うん、マジこの炭火で焼いた焦げた感じがいい、うん、うん、これね自分はね、うん、さっき言ってたらやっぱこの炭火焼きをいただくべきやね、そうそう、だからあの自分はもう、うん、大サバの塩焼き定食、うん、これ、うん、刺してください、刺してください、うんうん、大サバのもうここね、うん、なるほど、1000円で、うんうんうん、これがね、もう素敵にうまいです、うん、あー、ほんと、うん、いいな、サバもでかかったもんね、うん、うん、あれ、写真撮ったんやったっけ、写真撮った、あ、じゃあちょっと写真載せときますね、はい、うん、このご飯強い、うまい、もうご飯どんどんなくなるよ、うんうん、うまいもんだって、いいね、やっぱ幸せに日本人に良かったねと思うね、うん、うまい、いやこれ外国の人でもいけるんじゃないかな、うん、あいけるやろね、うんうん、この味染みとるね、うんうんうん、味染み、うん、うまっ、うん、まこのね小鉢が美味しいお店ってやっぱね、うん、いろいろ行ってるけどやっぱレベルが高いね、高いですね、本当、うん、こういうお店はやっぱいいな、皆さんね、こちら北九からちょっと遠いんですけどドライブがてらに ね、うん、来てほしいですね、そうね、うん、こう北九から福岡に抜けるとき、ああそうやね、うん、ちょうどいいもんね、うん、ドライブがてら、うん、うまい、チャンネル登録グッドボタンよろしく。